店にその儀式用の甲羅が売ってるのかい？うん、そうらしいんだ。なんだか高そうな店だね。ほんとだね、高そうな店だ。うん。どうも。なんだか高そうなお店だね。おい、余計なこと言うなよ。どんな甲羅をお探しですか？あの、儀式用の甲羅が欲しいんですが。儀式用ということは、火で炙られても熱くない甲羅ですね。そうです、それです。少々お待ちください。おい、どこ行くんだよ。ずいぶん種類があるね。見ろよ、こんなのもあるぜ。これかっこいいな。これもすごいよ、ほら。おいおい、勝手に着るなよ。お待たせしました、これが儀式用の甲羅です。はい。なんだ、普通だね。だから勝手に着るなって。最新の技術を使っておりますので、どんなに炙られてもものすごく熱いお風呂に入ったよりもちょっとだけ熱いくらいなんです。どのくらいの熱さかよくわからないな。ですから、ものすごく熱いお風呂に入ったよりもちょっとだけ熱いくらいなんですよ。あんまり熱くない火で炙られるよりちょっとは涼しいってことでしょ？そうです、その通り。ますますよくわからないな。ささ、こちらへどうぞ。サイズが合うかどうか着てみてください。はい。それにしても驚いたな、まさか亀吉くんの甲羅が脱げるだなんて。ほんとだよな、ちっとも気がつかなかったよ。甲羅を脱いだらどうなるのかな。だって別に普通だろ。マッチョだ。気深い。外人みたいじゃないか。意外だな、顔は全く和風なのにね。体毛の合計は一定の法則だね。え、なんだいそれは。髪の毛が薄い人は他が毛深くて、他が薄い人は髪の毛がふさふさしてるんだ